それではただいまより2023鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース in 鈴鹿スーパー SS クラスの表彰式を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝は6番手スタートからカーナンバー17番 RS1 大島亮介選手、おめでとうございます。続きまして第2位カーナンバー1番ガガガガガムシャラヒストリー佐々木克幸選手、おめでとうございます。続いて第3位はカーナンバー7番アッシュ久富圭選手、おめでとうございます。それではどうぞご登壇ください。ではまずですね、トロフィーからでございます。はい、気持ちが流行るのは分かりますが、トロフィーお持ちになってください。お願いします。はい、大島選手はもうね、終盤に向けて組み立ててたとしか言いようがないような素晴らしい展開でした。そして佐々木克幸選手は最近お面での登壇がデフォルトになってきましたね。さあ、それではよろしいでしょうか。続いてスパークリングファイトの方へと移らせていただきます。はい、3選手お持ちいただきましたか。それでは思いっきりやってください。スパークリングファイト。大島選手控えめにかけられております。久富選手もね、ちょっと苦しい展開になった中でね、最後見事表彰台獲得、おめでとうございました。それでは改めてご紹介しましょう。見事優勝、大島亮介選手。第2位佐々木克幸選手。第3位久富圭選手でした。おめでとうございました。